確かこの辺だと思うのですが。行くよ、ファースト。誰君。申し遅れました、自己紹介します。なんだこいつ。ミーこそはバスケットをやらせたら世界一のアイアンビガー、トップジョイ。ミーをシルバーキャッスルに入れてください。うちはバスケットボールやってないよ。なんだ？さあ。どんまいどんまい。ミーはベースボールも得意ね。じゃあ行きまーす。ダメだよ勝手にそんな。ヘイファースト。あ？バカ野郎、ここはサードだぜ。オウミステイク。今度は。とにかくそういうことはオーナーが決めることだから、オーナーの許可がないと困るんだ。オーナー？オーナー、オーナー、どこにいますか？いや、オーナーは今来客中だから。オッケー、オッケー。いつもそうじゃない。私の知らないとこで勝手に決めて、卑怯者。美しいレディに怒った顔は似合いません。え？君を？おう、これはオーナー。ミーの名前はトップジョイ。シルバーキャッスルに憧れてきました。オーナー、何とぞミーをユーのチームに入れてください。オーナーは私よ。あ、この試合お受けします。あんたたち、そんなところで何してるの？すいません、そいつが上がってっちゃったので気になって。ミーのこと？それで全員で来ちゃったわけ？はい。ちょうどいいわ、野球の練習は中止よ。明日ダークプリンスとサッカーの試合が決まったわ。サッカー？野球じゃなかったの？どんまいどんまい。悩んでも仕方ないね。人生気軽にエンジョイしなくてはいけません。あなたには関係ないでしょ。オーナー、先ほどは失礼しました。ミはサッカーも超得意ね。そりゃバスケだろ。いいわ、とにかくシルバーキャッスルに入りたいのね。おう、ミーもチームに入れてくれるのですね。嬉しいです。よろしくオーナー。おろしなさい。オーナー、オーナー、オーナー、かわいいよ。ミーも大丈夫です。おろしなさい。ごらんなさい。あってもいいんじゃないの？ Hey! Boys and girls! Oh! これは随分可愛らしい応援だね。新しい人？ Yes! ミーはシルバーキャッスルのスーパールーキー、トップジョイです。スーパールーキーって何？そりゃお前、すごい新入りってことだよ。はぁ、すごい新入りか。すごい新入りね。応援頼むね。オーケー、任せとけって新入り。頑張れ新入り。もちろんね。彼人気者ね。ま、他の奴らだとこうはいかんな。いいムードメーカーになってくれればいいけどな。なるわよ。私の決断は間違ってなかったわね。ん？まあな。おい、オイルドリンクどこだっけ？おう、ここにあります。新入りって何でもするんだ。あ、サンキュー、お疲れ様です。みんな気をつけるんだぞ。どうした？その急にサングリが。おい、どうした？なんだこりゃ。こりゃアルコールです。
監督、完全にラジエーターの中に流れ込んでます。困ったやつだな。これは使い物にはならんな。おい、トップジョイ、代わりにスタメンに入れ。おう、本当ですか。ダイナモン、ラッキーね。皆さん、どうぞよろしく。シルバーキャストの新人トップジョイ、意外な活躍を見せています。さあ、僕、ジャンプ得意ね。はぁー、ラッピー、どう、いいぞ、バスケロー。シルバーキャストの試合の面白いじゃねえか。おう、これって見せ場ね。いい加減にしてくれ、トップジョイ。お前のやり方には我慢できない。 What? ミーは教えられた通りにやっているだけよ。相手の選手を破壊してるじゃないか。そんなやり方で俺たちは勝ちたくない。 Why? お客さんみんな喜んでいるよ。僕、お客さんを喜ばすのが本当のリーガーだと教わったね。お、それじゃあダークと一緒なんだよ。俺たちはスポーツをやってるんだ。どうしたのですか、みんな浮かない顔ね。トップジョイ、しばらく欠場してもらいます。おう、どうしてですか。 What? ミーは何も悪くない。あんなプレーをしておいてか。 Why? ユーは試合に勝ちたくないですか。勝つために何でもやる、お客さんハッスル、それがアイアンリーグね。どこでそんなことを教わった。あれはミーが子供の頃。トップジョイ、私あなたが好きよ。子供たちにも人気がある。だけどどうしてなの。シルバーキャッスルはラフプレーはしない。それが私たちの誇りなのよ。あなたはそれをズタズタにした。ミーにはわからないよ。どうしてラフプレーはいけないの。だって同じリーガー同士が壊し合うなんてなんか嫌だよ。わい、強い者が勝つ、それ当然ね。勝つために何でもするっていうんじゃ嫌だな。シルバーキャッスルはみんなで力を合わせて頑張るからいいんです。おう、ミーにはわからないね。あ、ミー、ちょっと急よね。バスケのコーチはまた今度。サリー、サリーね。監督も気づいていましたが、やつは時折半日近くも外出する。行き先は誰にも告げずに散歩ならいいんだが。わしも散歩だ。シャワーから機械油が出るように細工して選手たちを油まみれにしたが、奴らは帰って関節の滑りが良くなった。いや、それはちょっとした失敗で。そればかりではない。マグナムエースを試合に出すなと言えばトイレに閉じ込めようとして失敗。マッハウィンディを潰せと言えば感電させようとして逆に自分がしびれる始末。バスケリーグにいられなくなり廃棄寸前だった貴様を拾い上げた目的忘れたか。 No, no! ちゃんとメモリーしてます。シルバーキャッスルの選手のふりをして奴らの内部からかく乱させる、これね。ミー頑張ってるよ。Wait, wait! 食サーキットはやめて。お仕置き嫌い。貴様がシルバーに入って以来奴らの調子はうなぎ登り。おかげで万年最下位のあのチームが上位集団に食い込み出している。まさかトップジョイ、裏切ったのではあるまいな。どうして。ミーは言われた通りにやってます。頑張ってるよ。コントロールバンク、ショックサーキットレベル1、トップジョイだ。何、レベル1って何。トップジョイ、登録番号414252、ブラックピー。何、レベル1って
ロチ様はお怒りだ。今度の任務に失敗すればお前は廃棄される。どうしてマグナムエースを潰すための暗殺チームが派遣される。貴様はそ知らぬ顔で連中に協力しろ。今ここでシルバーキャッスルの力を抑え込まなければ大変なことになる。よいな。どうしていつも怒られるの？みんなカルシウムが足りないよ。おい、パスしろ、パス。僕、決めるね。気にしないで。ハッピーデイ、決めるね。ヨッホー、みんなハッピーデイ。ミーはただ楽しくゲームしたいだけだよ。お前のにやけた面見てると調子狂うんだよ。目障りなんだよ。お前は邪魔だ。やめてもらうぜ。怖い。どうしてやめなきゃいけないの？なんで楽しくやっちゃいけないの？ミーが帰るのはここだけね。トップジョイは返してもらう。と言われてすぐには返せねえんだよ。マグナムが頑張っている。ダンクガンズは体内に強力な爆薬を持っている。ゲーム中に隙を見てマグナムを爆破させる。ダンクガンズの邪魔はするな。ミーには理解できないね。マグナムもウィンディもあんなに怒っていたのに、なぜミーを助けよう。こいつら、動いちゃダメね、マグナムエース。トップジョイ、お前ヒロシ、ポット、マリコ、ミーが待っていたのはこの声援ね。そう、そうよ。死ねえ、マグナムエース。マグナム逃げて、こいつらの頭は爆弾ね。バカやめろ。こら、本当のシュートはこうね。しっかりしろ、トップジョイ。トップジョイ、トップジョイ。ソックサーキットか。ちょっとの辛抱だ。すぐ痛みを取ってやる。え、痛みって何ね。ホワット痛み。ノーノー、みんなんともないよ。元気元気ね。お前今まで苦しんでいたじゃないか。何のことね、ミーにはさっぱりね。それより試合の時間ね。いっけね、とっくに試合始まってるぜ。ヘイ、ミーが一番乗りね。待ってよ、待ってよ。早く早く、なんとか
正体バレずに済んだね。あいつまだ白を切るつもりだぜ。そのうち慣れるさ、本当の仲間に。冗談じゃないぜ、まったく。本当によ。どんな大観衆の応援よりもユーたちの声援が一番大切だったよ。ありがとう。ノー、それは誤解ね。ほっとく。次は必ずうまくいく。もしもし、ハロー、ハロー、みーは頑張るよ、本当よ。もしもし、ハロー。爆弾。そうだ、これ一つでアイアンリーガーの一つや二つ軽く吹っ飛ばせる。これでマグナムエースを破壊しろ。ノーノー、無理です。マグナムはユーたちの考えも及ばないようなすごい力を秘めています。爆破なんて不可能ね。これは貴様に与えられた最後のチャンスだ。無理だというなら。ノーノーノー、やります、やりますから、やめて、やめてください、やめて。もう一度言う、これは最後のチャンスだ。失敗は許されないぞ。そんなこと言われてもミーはどうしたらいいか。トップジョイ、そこにいるのか。トップジョイ、まずい、逃げろ。トップジョイ。 はい、マグナム。今の男たちは。え、誰ね、誰かいたのわからないね。今の二人だ、ここから走り去った。あの二人ね、友達ね、ミーのフレンド。見覚えがある、ダウンタウンの工場で。ああ、それ何かの間違いね。そうか。そうね、そうね、きっと勘違いね。トップジョイ。え、何？お前はシルバーキャッスルの一員だ。どんなことがあっても。え？お前がシルバーキャッスルに来たのには意味がある。それは同じチームの仲間として力を合わせ、苦しみに立ち向かい、喜びを分け合うことだ。もしもお前が困っていることがあれば、みんな必ず力を貸してくれるだろう。それを忘れないでくれ。うわっ、どうした。あっと、なんでもないです。待て、トップジョイ。ミーから離れて、爆弾です。何、捨てます。どうだ、情報伝達系統へのパワー回路がやられとるな。このまま放っといたらバックアップが消し飛んじまうぞ。どういうこと。人間でいう頭の部分が壊れかけているんですよ。早いとこ何らかの手を打たないと取り返しのつかないことに。そんな、ねえ、なんとかならないの。せめて同じ形式のメモリー回路がありゃな。メモリー回路。俺の体には確か予備の回路が内蔵されている。しかし俺とトップジョイの回路を接続すれば、俺の記憶がトップジョイに知られてしまう。そうすればダークの奴らは俺の正体を見破るだろう。お願いです、何とかしてトップジョイを助けてください。だが予備の回路がないことにはどうにも。じゃあ諦めるしかないの。工場長、俺の回路を使ってください。なんだって。トップジョイと俺の回路を接続して、
俺が一時的にトップジョイの記憶を預かるんです。無茶だ。こんなことをしたら今度お前まで危なくなるぞ。やめろよマグナム。こんな奴を助けるためにお前まで危険な目に遭う必要はない。仲間を見殺しにはできない。こいつ爆弾なんか持ってやがって自業自得だよ。ウィンディ、トップジョイはオーナーをかばってこうなったんだ。どんな事情があるにせよこいつは命を懸けてオーナーを守った。それだけは事実だ。トップジョイ、しっかりして。お願いします。オーナー、監督、マグナムエース、どうだ。難しいね。そうか。ま、それだけやりがいもあるってもんだがな。本当にいいんだな。はい。よし、記憶移植手術開始だ。よし、やってくれ。はい。頑張れよ、トップジョイ。マグナムエースの記憶なのですか。気がついた。オーナー、大丈夫？みんなは？マグナムエースは？もう試合に行ったわ。トップジョイの分まで頑張ってくるからって。ちょっと待ってて。目が覚めたら新鮮なオイルを飲ますようにって工場長に頼まれたの。恐ろしい。ミーは恐ろしいものを見てしまった。マグナムエースから記憶を受け取っただろう。何のこと？ミーにはわからないね。とぼけても無駄だ。カイロに異変が起こればこちらにはすぐわかる。爆破失敗の件は多めに見よう。マグナムエースの秘密がわかるとなれば話は別だ。だからそれわからないね。何のことか。すぐに思い出させてやるぞ。逃げられると思ってるのか、愚か者が。目はこれくらい慣れっこない。なんだ。セクション X、 こちらセクション V、 ショックサーキットレベル1未満、効果なし。トップジョイ登録ナンバー414242ブラックピア。手間かけさせやがって。ったく、お前の記憶をコピーさせてもらうぜ。やっべって。こいつは驚いた。レベル2でも動けるのか。これでマグナムエースも終わりだな。こちらセクション V、作業終了。